どうも、空調系 YouTuber ひでさんです、今回はですね、こちら電線の皮むきですね。皆さんどうやって電線皮むいてますかね。私はこういったですね、ケーブルストリッパーを使って電線の皮むきしてます。まあ、前はですね、こういう電工ナイフとかカッターナイフですねを使って外皮をむいて、それで、IV の皮をですね、ペンチでむいたりとか、まあ同じように、まあ、電工ナイフでむいたりっていう作業をしてました。でももうこれを使うようになってからですね、もう絶対これも離せられない、もうすごくお気に入りで使ってます。なぜ、このケーブルストリッパーがいいのか、まあ、値段はですねちょっと高いですね。7000円とか8000円とか、ものによっては1万円ぐらいします。でもこれ絶対買って使った方がいいです。なんでこれを使った方がいいかっていうことですね。時間がどれぐらい短縮できるのか、またお金的にですねどれぐらい節約できるのかっていうことを実験で検証してみましたんで、そちらの方の映像をご覧ください。どうぞ。それでは実験を開始したいと思います。まずですね、このケーブルストリッパーで剥いたパターンですね。このケーブルストリッパーで皮を剥いた場合、平均のタイムはですね3回皮を剥いて測りたいと思います。そして、同じようにですね、この電工ナイフを利用して、電工ナイフとですねペンチですね、まあ、本来は全部電工ナイフで皮を裂いて、IV の部分の皮もこのですね電工ナイフで、取ってやるのはいいと思うんですが、まあ、一般的にですね IV の皮をペンチで剥いてる方は多いと思いますんで、そちらで比較実験していきたいと思います。それでは1回目実験開始します。タイムを測定します。まあこの測定はですねその人によって、まあ、個人差あると思いますが、ヒデさんの場合、私の場合のタイムっていうことで比較していきたいと思いますんで、まず電工ナイフとペンチで皮むきする場合の1回目のスタートです。よーい、スタート。はい、ストップ。はい、こんな感じ。タイムは31秒16です。ちょっと時間かかりすぎですね。ナイフ、ストリッパー、ナイフで31秒16、これ1回目リセットして、このストリッパーで測定します。よーい、スタート。はい、ストップ。はい、7秒93だよ。7秒93ですね、ストリッパー1回目。はい、リセットします。よーい、スタート。ちょっともたついしました。はい、こんな感じでちょっともたついてしまいました。37秒54。
37秒54、ちょっと遅いですね。リセット、よーいスタート。はい、あー、はい、8秒48。大体普通早くなってくのは普通だと思うんですけど、遅くなってますね。遅くなっちゃいましたね、タイムが。8秒48、ストリッパー2回目、8秒48でした。3回目ですね。3回目、電光ナイフとパンチで、あ、その前にリセットしてですね。リセットして、はい、またスタートします。よーいスタート。ムカついちゃう。はい、タイムは28秒57。28秒57。はい、リセットします。よーいスタート。はい、6秒22です。6秒22。ちょっと焦っていろいろやってるんで、ですね、このナイフで切った方がちょっとこの外皮の切り方が暴くってやってしまってるんで、これだと本当に良くないですけど、で、ストリッパーの方はまあ大体同じように綺麗に仕上がってるのかなっていう感じですね。まあこの銅線のですね、銅線の長さがちょっと違っちゃってるのは、これ本当はペンチで長さを揃えます。まあ、断然ですね、ストリッパーのが早いです。3回のですねタイムはこんな感じ。とりあえずですね、電工ナイフとペンチで皮を剥いた場合と、ストリッパーですね、ケーブルストリッパーで皮を剥いた場合、3回のですね平均、これはあくまでも私の場合なんですけども、ちょっとね慌てながらやっちゃったんですけどね、本当は落ち着いて綺麗に仕上げるのを仕上げないといけないんですが、とりあえずまあその結果です。電工ナイフペンチで皮を剥いた場合の3回の平均は31回あたりですね、32.42秒。ストリッパーで皮を剥いた場合の平均タイムは3回で7秒54でした。仮にこの実験のですね結果、32.42秒引くことの 7.54秒ですね、この差は1回あたりですね 24.88秒違いますね、秒違います。1箇所あたり 24.88秒かかるということは、差が出るということはですね、1台あたり1台で2箇所あるわけですね、この皮むくのが2箇所。そうすると 24.88秒かける2箇所、1台あたり2箇所、そうすると49.76なんで、まあ50秒ですね。50秒差が出るよってことですね。50秒。それで1日仮に3台取り付けしたとしたら、50×3 で150秒違ってくるよってことですね。
150秒、1日3台で150秒違ってくるってことですね。短縮できるよってことですね。このケーブルストリッパーを使うことによって150秒、それで週ですね、6日もし仮に働いてたとして、そうすると150×6 は900秒、1週間で週900秒節約できます。それで月に換算すると ×4 なんで、これを月に換算すると 900×4 週間、900秒 ×4 週間、900×4 週間は3600秒、月にですね、節約できるよってことですね。それでこれが年に換算すると、どれぐらいになるかっていうと、3600秒 ×12 ヶ月は43200秒違ってきますよってことですね。これ違うか。43200。これを時間に変換すると割る、60秒。720分ですね。720分は時間に直すと割る60。12時間。年、これ秒で、時間に直すと12時間節約できます。そしてなおかつ仮に日当がですね、日当が2万円だとして、2万円で8時間だと2万円で、割るか、割る8時間だと1時間あたり2500円、時給に直すと2500円なんですね。2500円で年間12時間節約できるんで、2500円かける12時間、は3万円、この電工ナイフと、ペンチで施工するより、このですね、ケーブルストリッパーを使うことによって節約できる時間が年間で12時間短縮できますよってことですね。12時間時間を短くすることができるということは、日当で2万円もらってる人が、2万円もらってる人の場合は時給に直すと2500円なんですね。で、2500円で12時間短縮できるってことは3万円、3万円節約することができるよっていうことですね。つまりケーブルストリッパー、これも7000円とか8000円なんですけど、それを投資することによって3万円分ですね、時間を節約することができるよってことになります。ってことはもう1年使わずに元が取れるってことですね。4ヶ月ぐらい使えばもう元が取れます。最後までご視聴ありがとうございました。実験の結果から
ご覧のようにですね、年間12時間ほど時間を節約できるっていうことですね。で、まあその人の日当にもよりますが、12時間節約できるってことは、2万円でですね、日当2万円いただいている方でしたら、約ですね、3万円分の時間を節約できるよってことになります。ご覧のようにですね、エアコン工事ヒデさんやエアテクチャンネルでは、エアコン工事の有益な情報を発信しています。もしですね、この動画を見てですね、お、これ面白いなって思った方、グッドボタン押していただけると嬉しいです。また、今後もですね、エアコン工事の情報を、随時配信してきますんで、今後もですね、エアコン工事の情報をアップデートしていきたいよっていう方はですね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。